い、どうもリンゴです。皆さん今年もいろんな買い物をされたと思うんですが、その中で特に買って良かったものって何でしょうか。僕は今年、買いたいものを買ったら、その都度できるだけこう動画にしていたんですけども、今回の動画では今年買ったもので、僕が買って良かったなと思ったものを、3つ紹介したいなと思います。海外俳優の直筆サインオートグラフも購入してるんですが、それはまた別の動画にしてるので、省きます。まずはこの iPhone SE ですね。これ5月ぐらいに出た iPhone SE の第2世代目なんですが、ちょうど春ぐらいから新型コロナウイルスが流行しだして、外ではマスクが欠かせない生活となりました。最近の iPhone は顔認証 Face ID でロックを解除するっていうのが一般的なんですけども、マスクをしていたら Face ID の突破できないことが、多いですよね。僕 iPhone XS Max も使ってるんですけども、なかなかマスクしてると暗証番号を打ち込んだりするのがちょっと面倒になってて、でもこの iPhone SE は指紋認証なので、マスクをしていても問題なく、解除できちゃうんですよね。特にこのコロナ禍の中ではこれ買ってからものすごく活躍していますね。最近の iPhone って機種代10万円ぐらいしちゃうんですけども、この iPhone SE は4万円ぐらいで買えちゃうので、比較的、iPhone の中では安く買えるんじゃないのかなと思います。次に買ってよかったものは、このホームシアターセットです。このプロジェクターと、この後ろのスクリーン、あとはストリーミング端末としては Apple TV の 4K で、スピーカーは Apple 純正のスマートスピーカーホームポッド、後ろにあるものと合わせて2つですね。これ2つ合わせることでステレオサウンドになるんですよ。あとは今ちょっとここにないんですけども、ポップコーンメーカー、これら総額にするとこれめちゃくちゃかかってるんですけども、このコロナ禍では大活躍しております。映画館が休業した時は家で映画やドラマを鑑賞するのにすごく良かったし、映画館空いて今でも、ほぼ毎日使っています。先日ディズニーの株主総会で、マーベルとスターウォーズの新作発表がありました。その中でもドラマシリーズが多く目立ちます。このホームシアターがあると大画面大音響で楽しむことができるので最高でございます。そして3つ目が、この AirPods Pro ですね。これは Apple 純正のワイヤレスイヤホンなんですが、外部音を一切遮断するノイズキャンセリング機能、それと iPhone や iPad などと、連携が素晴らしくて、この耳に入れるだけで、瞬時に起動します。音楽を聴くのは、もちろん、僕の場合はこう動画の編集、そういった時にも使ったりするので、これなしでは生きていけないですね。僕スポーツジムにも何年か通っていまして、今まで筋トレしかしてなかったんですが、それに加えて今年は1月から最低週に2回の30分ランニングを、取り入れまして、それずっと今12月に至るまで継続しています。よし、今から走ります。天気いいですね。ご覧の通り、住んでるとこ超田舎なので、誰も通りません。この農道を、30分走っていこうと思いますが、外でランニングするときにこの Apple Watch とこの AirPods Pro、この2つのみを、持ち歩いて、ランニング出かけると超快適です。スマートフォンを、ランニングの時に持ち歩かずに、この Apple Watch があるだけで、今音楽が聴けています。この Apple Watch 上で、音楽の内容を変えれるし、音量も調節できる、Bluetooth で、AirPods とこの Apple Watch が、繋がっているわけなので、iPhone は持ち歩かず、この Apple Watch データ通信できるものを使っているので、LINE とか来た時も、iPhone なしで、確かめることができます。なんか気になったことがあったらこう Siri で聞いたりとか、ランニング中も iPhone がなくても全く不自由がありません。それに、Apple Watch 上のエクササイズアプリで、カロリー、移動距離、心拍数を、計測しつつ外で、ランニングできるので、ということで、走りたいと思います。
すごくいい買い物ができたと思います。この3点が僕が今年買って良かったものですね。皆さんは今年どんな素晴らしいお買い物ができたでしょうか。今日はここまで。じゃ、またね。チャンネル登録はこちらからお願いします。